bitch! あ、白井さん。マオ、どうしたの？今、ゆずちゃんにも渡してきたんだけど、劇の脚本が出来上がったの。そうなんだ。で、今日の放課後に読み合わせをしようと思うんだけど、参加できるよね？うん、大丈夫だよ。よかった。やっぱり主役がいないと盛り上がらないから。一緒に頑張ろうね。あ、ん？どうしたの？それじゃあ、また放課後。うん。ライム。仮にだが、人間の感情の振幅が世界の歪みを生み出し、それによってエネルギーを得られるとしたら、そのために誰かがあえて混乱や敵意を煽っているとしたら。何してるの、ひなちゃん。もう授業始まるよ。そうやってみんなを怖がらせて回ってるの。何の話？あなたは私のことを大事に思ってるってユズが言ってたけど、みんなを苦しめて私を幸せにするとか言われても、そんなの嫌だよ。ひなちゃんが誰に何を言われたか知らないけど、ライムはやめないよ。たとえたくさんの犠牲者が出ても、苦しむ人がいっぱい生まれても、前に進むしかない。ライムたちはそのためにここまで来たんだから。ライム、じゃあ脚本をもとに読み合わせしていきましょうか。ひとまずは今言った配役で内容を確認していく感じで。それでは。昔あるところに。この薬を飲めばいいの？うわぁ！人魚姫の得た足はミイラのように崩れた足でした。うまく歩けず地面を這う人魚姫。しかしあまりの醜さに王子だけでなく全ての人から避けられてしまいます。このままじゃ死んでしまう。誰か。しかも声を失った人魚姫は誰にも思いを伝えられません。そのまま人魚姫は死んでしまって。で、さっきから何なのこの脚本。全然原作と違うよ。しかもこの内容。これ何この脚本、ひどい。ほんと何なのこの内容。脚本書いたのって放送部の誰だっけ。確か一ノ瀬さんじゃなかった？でも量があるし一人でやったわけじゃないでしょ。そういえば森川さんがアドバイスしていなかったっけ。本当？二人とも今日はいないわね。嘘。サラサとアコが、なんで、どうして。誰がやったのか知らないけど許せないわね。白井さんはバレエの怪我のことで本当に傷ついているのに、こんな悪ふざけの材料に使うなんて。マオ、この中に犯人がいるの。いるなら名乗り出なさい。いつまでこんな茶番を続けるつもり。ライム、それにユズも。クラスのみんなはあなたの引き立て役でも操り人形でもないよ。何の話？
全部あなたが仕組んだことでしょう。あなたが主役になりたくて、周りの注目を浴びたくてやったこと。うん、今回の話だけじゃない、盗難の件も、その前に起こったたくさんの事件も、全部全部自分は表に出ないまま、人の弱みや圧力を利用して事件を起こしていた。言うことを聞かないとクラスにいられなくなる、みんなにあなたの弱みをバラしちゃうぞって。いきなり何を言い出すのよ。作り話も大概にしてほしいわ。そんなこと言って、本当は全部あなたがやったんじゃないの？白井さん信じて、そんなこと私がするわけないじゃない。ことだけはしないと思うの。だから私はライムを信じるよ。白井さん。ところで、マオ、なんであなた私がバレエで怪我したことを知ってるの？だって白井さんが足を怪我してるってみんなが言うから。確かに私は足を怪我してるし、他の子たちにもそう言われた。でもバレエで怪我したなんて誰からも言われてないよ。やれやれ、私も爪が甘いわね。マオ。そうよ、ご指摘通り私が仕組んだこと。脚本のすり替えも、この前あなたが解決した盗難事件も全部ね。で、それがどうかしたの？どうかしたのって、悪だくみがバレたからって開き直る気？悪だくみね。ねえ、あなた中学の時万引きで補導されてたわよね。受験のストレスで魔が差したとか言い訳してたけど、でもちょっとむしゃくしゃしたからなんて理由で、子供の頃から何度も事件を起こしてたわよね。星の宮に入学した後も周りと馴染めなくてイライラしてたでしょ。私が校内でお金を調達しろと言わなかったらどうなっていたかしら。学内の事件なら内々に収められるかもだけど、外で同じことをやったら今度こそ新聞沙汰になってたかもね。私は学校のイメージも悪くなって、クラスのみんなが外で歩きづらくなっていたかも。あと、あなた、自分が仲間外れにされたくないからっていつも弱い者探しをしてるわよね。あの子がムカつく、みんなであの子を攻撃しようって。それで昔同級生を一人登校拒否にしちゃったんだっけ。自殺未遂とか起きて大変だったって聞いたけど。なんでそのことを。だから事件にならない程度のおもちゃを時々与えてあげたでしょ。少しくらいいじめてもへこまない相手や、からかいやすい教師よ。そうやって私が一生懸命火消しやガス抜きをしてるのに、どこかの誰かさんが正義感ぶっていろいろかき回してくれるから。
思い知らせてあげようと思ったのよ。そのお気楽な仮面をむしり取ってやろうって。ずいぶん怪我のことを気にしてるみたいだから、噂で流せば効果的かなと思ったんだけど、なかなか意図したように情報は広まってくれないものね。残念だわ。そんな理由で人の心をもてあそんでたの？もてあそんでなんかいないわよ。さっきの話聞いたでしょ？その子たちは私がフォローしてなかったらもっと大事件を起こしてたって。私はみんなが平和な学園生活を送れるよう不信してただけよ。みんながお互いを疑ってギスギスした気持ちになって、誰かを吊るし上げるようなクラスが平和？笑わせないで。誰も怪我していない。警察沙汰にもなっていない。親も先生も喜んでる。これが平和じゃなかったら一体何だって言うの？みんなの心は全然平和じゃないよ。心なんてバカじゃないの？みんな自分だけが大事で人のことなんかどうでもいいんだから。そういう連中を一つの箱に入れてうまくやらせようと思ったら、悪意や敵意をコントロールしてバランスを取っていくしかない。私はよく知ってるんだから。でも別にこんなやり方することないでしょ。せっかくみんなで一生懸命舞台の準備をしてたのに。舞台？こんなままごとみたいな行事どうだっていいじゃない。所詮は素人の遊び、自己満足でしょ。それとも何か思い入れでもあったの？人魚姫なんて子供っぽい演目に。とにかく私のことはいいから、みんなに謝って。ひどいことしてごめん。文化祭の準備を台無しにして悪かったって。まだそんな綺麗事を。やっぱりあなたのこと嫌いだわ。本当にムカつく。ひねりつぶしてやりたい。もう嫌い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 。消えてしまえ。何これ？暴走じゃない、引き込まれる。ひなちゃん。ここってこの間の？どうやらあの時のリープも彼女のフラグメントの影響だったみたいね。マオの？でもどうして？あの時マオはその場にいなかったんじゃ。多分発動の仕方が他の子と異なっていたんだと思う。どういうこと？この中央ゾーンは他のゾーンとは違って人の根幹を司ってるの。つまりここだけは感情じゃなくて、その人の人間性や本能が揺れ動いた時フラグメントが発現する。真央ちゃんは多分ひなちゃんの行動に危機感を抱いていたんだと思う。それでフラグメントができたことで無意識にコモンリープを発動させたんだと思う。そんな、私別に真央をどうこうするつもりなんか。ひなちゃんの気持ちと相手がどう感じるかは別のことだよ。真央ちゃんはひなちゃんに自分の世界を壊されると考えてたのかも。本人も無自覚のまま自動的に発動するかも。おそらくあの子の人間性そのものに直結したかもが。だとするとフラグメントを見つけない限りユズたちはずっとここに閉じ込められたままかも。とにかく奥に進んでみよう。ここでじっとしてても仕方ないし。
わかった。何？このフラグメント、いつもと全然違う。なんか、近づくものを拒んでいる感じ。でも、他に出口らしいものは見つからなかったし。イナちゃん。わかってる。固定化できるか、やってみるよ。固定化って、相手のことを理解して、初めてできるものだよね。私、魔王の言ってたこと、全然わからなかった。こんな状態で、固定化なんてできるのかな？悩んでても仕方ない。やってみよう。何これ、本当に人間の感情、人の心、この恐ろしい、やだ、見たくない、触れたくない、怖い怖い。何あれ、闇の中で一個だけキラキラ光ってる舞台の上に女の子、楽しそうにしてる。これは魔王。もう少し近づいて見られれば。そこに触れるな！あなたたち、私に何かしたの？何って、やっぱり分かってリープさせてるわけじゃないみたい。今も無意識にフラグメントの固定を拒絶してライムたちを弾き飛ばした感じ。そんなことできる子がいるんだ、信じられない。はあ、すごい、フラグメントのエネルギーが強すぎてまだ空間の歪みが残ってる。あれ？私たち何してたんだっけ？なんか読み合わせの最中に言い合いになった気がするけど、思い出せない。記憶が飛んでる。歪みの影響が他の人の心にまで及んでる。蜷川さん、どうしたの？怖い顔して。読み合わせ続けないの？あれ、四条さんたちもいつの間に来てたの？みんな、ちょっといい？提案があるんだけど。何？どうしたの？今回の主役、決め直さない？ひなこちゃん、いきなりどうしたの？ごめん、サナエ。せっかく推薦してくれたのに。でも、前回の打ち合わせの時、他に候補者がいなかったから、流れで役を決めちゃった気もしてて。本当にうまくできる人は、誰かってところから、考えてもいいと思うんだ。本当に、うまくできる人？マオ、私と、主役の座をかけて、オーディションしてみない？あなたどういうつもり？マオってプロの女優だよね。だったら私よりずっとうまく演技ができると思う。主役には適任だと思うけど。私にこんなおままごとに付き合いっていうの？バカバカしい。ごめんだわ。自信がないの？なんですって？おままごとで、しかも素人相手の勝負を怖がってるのって聞いたの。負けるのが嫌だから。
逃げてるんじゃない？あなた、言葉には気をつけなさいよ。誰が誰から逃げてるですって。私があなたを怖がってるとでも？うん、ごめん。私は真央は逃げないって信じてるよ。特に演技に関わることからは絶対。分かった。じゃあもう一つ条件を出すよ。もし私が負けたら、真央が嫌がることは金輪際しない。正義の味方ごっこはやめるよ。その言葉、後で取り消さないわね。うん、約束する。後悔するわよ。いいんじゃない、オーディション。白井さんが言うことだし、やってみましょうか。確かに今回の配役、エイヤで決まっちゃった部分もあったし、いいのかな。稲川さんだって十分舞台映えするものね。っていうか本職だし、そっちの方が人を呼べるかも。さっきの白井さんの演技も悪くなかったし、白井さんと稲川さんのどっちかでいいんじゃない？決まりだね。じゃあ次回の会議で決めよう。今日は解散で。ひなちゃん、どうしてあんなこと。チャンスを与えてやるような相手じゃないのに。私、真央のことをもっと知りたいんだ。一体何を考えてるのか、どうしてあんな風になったのか、ちゃんと理解したい。ただ今のままじゃ絶対心を開いてくれそうにないから、正面からぶつかって真央の懐に入り込むしかない。でも何も演技で勝負しなくたって。演技じゃなきゃダメなんだよ。それ以外の方法は多分ありえない。そう、真央の中に見えた光はあれだけだったから。すごく自然に幸せそうに笑っていた。大丈夫、私だってあっさり負ける気はないよ。みんなが応援して与えてくれた役だしね。絶対に勝ってみせるよ。ひなちゃん。Trolls over, get out of here!